こんにちは、ミランダ母ちゃんです。今日はなんと素敵なゲストにお越しいただいてますよ。山田マリアちゃんです。こんにちは。本物だよ、本物だよ本物だよいや嬉しい。いやもうこちらこそです。ありがとうございます。なんかね、YouTube 史上最年少のゲストかもしれないよ。本当ですか。でももう41ですよ私。見えないよね、さっきそれ聞いてびっくりしちゃった。でもマリアちゃんすごい芸能界でももちろんご活躍されてて、プライベートではお子さんのママでもいらっしゃって、もう毎日すごくお忙しいからファッションのこともねすごく大変じゃないかなと思うんですけど、はい、今日はねマリアちゃんの私物をこんなに持ってきてくださってるんですよねなので今日はマリアちゃんのおしゃれをピックアップして皆さんにご紹介してみたいと思います。最後までどうぞお付き合いください。では行ってみましょう。マリアちゃん、さっきちょっとだけお洋服を着る時のお悩みを聞いちゃったんだけど、はい、体型がちょっとずんぐりむっくりしてるのが昔からコンプレックスで。ずんぐりむっくりって言います、このスタイル。なんかね、うん、首が短いのも嫌だし、うん、その胸が、うん、いや何着あるんですよ、いや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 、だから私、うん、こういうの着ると途端になんかこう、うん、ここがすごい広い人で、で肩も結構しっかりあるんですよ、うん、だからなんかもう本当にでかくなっちゃう。で身長が153センチしかないので、大きく見えるね。いや態度のでかさから母ちゃんからするとバストが豊かってすっごい羨ましいことなんだけど、でも胸のある方からすると胸がボリュームがあるせいで上半身が実際よりも太って見えちゃうっていうね、うん、悩みありますよね。ここ最近の服って全部ここでかいのが多くないですか、うん、ビッグサイズだもんね。ねえ、だからここをなんかタイトにしないと、うん、痩せては多分見えないんだけど、ね、見えないかもしれない、ねね、じゃあ今のスタイルを生かしつつちょっとだけスタイルアップして見えるコーデ、はい、ご紹介しちゃおうかなって思います。楽しみ。はい、ちょっと待ってね。はい、はい、こちらなんかどうですか。え、これジレ。ジレ、ジレジレジレってあんまり着ません。いや初耳なんですけど。本当にジャケットも袖がないやつと思っていただければ、うんうん、ちょっと着てみてください。私こういうの着るの初めてだ。本当ですか。どうなるんだろう。え、もうこの服の上でいいんですか。そうなの、そうなの。え、ちょっとですか。え、なんかすごいかっこいい。こう急にかっこよくなりますね。はい、そう、全体的に今下にね着てらっしゃるものがカットソー素材で伸びるものじゃないですか。だからどうしても胸がある方は胸があるなりにこうやってこう、ね、はい、そのままの形で見えちゃうので、ちょっとだけ胸周りをカバーするように ここにラインが入るようにしたんです。ここに縦分割1、2、3という感じで、体の前の面積が3分割されると自然に細く見える。すごい。そしてバストラインにもあんまり目がいかない。これって私身長153センチしかないのに、うん、こんな長い丈のってあんま買ったことないんですよ。それね、割と小柄さんが言うことあるあるなんだけど、背があまり高くない方はむしろここまで一続きのものを着ていただいた方が全体的にこう縦ラインが強調されてお背が高く見えるんです。あ、でも確かに本当にそうですね、うん、バランスがすごい良くなる。そうそうそう。でもむやみに長いわけではないから、うん、バランスは取りやすいと思います。そして色的にもこれ、うん、デニムに合いますでしょう。合います ね、 ね、すごいかっこいい、うん、なんかあのハリウッド女優みたいハリウッド女優ってなんかスウェットになんかトレンチコートみたいなの着るじゃないですか。そう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 、ね、ちょっとなんか引っ掛けてきましたみたいな、ね、うん、自然な感じで。これでもサングラスしたら私すごいハリウッドスターみたいな、うん、バリヒルズ歩いてくださ い、 あ、いけるね。そう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 、これだったら普段のマリアちゃんのコーディネートにプラス1枚するだけでこうなっちゃうので、手軽で簡単におしゃれになれるアイテムだと思います。こんな一瞬で変えてくれるんですか。すごい、ね、母ちゃんすごい。そしてこれをもうちょっとだけお食事にもいけるぞみたいなコーディネートにするのも簡単にできるんですよ。どうやって、うん、ちょっと着替えてみましょうかね。中にニットドレスを合わせていただく。そう、同系色で、これすごいシンプルなニットドレスだから。いや、すっごい素敵。合わせていただいてもね、多分馴染むと思います。同系色ってありなんですか、うん、こういうの重ねるの。着てみてください。わかりました。行ってきます。行ってらっしゃい。ではでは、お着替え終わりました。はい、はい、じゃあ、かわいいじゃないですか。どうですか、皆さん。どうどう、すごい、なんか一気
に表参道行ける感じになりましたね。本当ですね。全然さっきと違う。うん、そうさっきのねコーディネートは T シャツとデニムでカジュアルコーデだったって中にねこうラメ入りのニットドレスを着ていただいてるんですよ。でその上から同系色のジレンなんて全然これ馴染むよね。馴染むすごい素敵、ね、これからほら年末とかにねちょっとパーティー行ったりとか、うん、ご親戚とねちょっと楽しくお食事したりとか、うん、まあ、ちょっと緊急事態宣言も落ち着いたから、ね、もしかしたらそういう機会も増えてくるかもしれないじゃないですか、うんうん、あとね車の色の時とかあそう苦しくないのがいい、ね、楽ちんですね。そうそうそうで下にそういう楽ちんなもの着ていただいてだけど上からこのジレ着ていただくとシュッとこう直線ラインがすごいです素敵全然こうなんていうのかしら着太りして見えない、うんね、シュッとして見えるだと思います。いやちょっと衝撃的でした。でブーツもいつも黒を買いがちになっちゃって本当そうでもこの茶色うん、いいですよね。なんか、うん、あのなんか使えるかなと思ってずっと履けてなかったんですこのブーツ。本当に、はい、これねやっぱり厚底って小柄さんは必需品。すごい確かにこれ、うん、何センチあるかな。5センチ稼げるの身長。そんなにですか。すごい。やっぱりお子さんがまだ小さかったりとか、うん、あと歩く仕事がね多かったりとかするとそんなに毎日毎日ヒールって履けないじゃないですか。ピンヒールとかちょっとね、うん、もう腰痛くなっちゃうから、うん、だからそこを我慢してハイヒール履くっていうのもあんまり今っぽくはないんですよ、うん、だから思い切って厚底スニーカーとか厚底のブーツみたいなものを一足持ってるとすごい使える。そしてねこのラインのポイントなんだけどこのアッパーの部分がブラウンじゃないですか。でこの下のねこのかかとの部分ソールの部分とそれからこのサイドのゴア、うん、ここが黒ですよ、はい、なのでここ全部ブラウンで一色だと長靴っぽく見えちゃう。あ確かにこのね色の切り替えもすごい可愛いと思います。これが効いてるんだ。そうシュッとして見える。すごいこっちの切り替えもこっちの切り替えもだし、うん、そうそうそうシンプルなのにすごい小技が効いてて、うん、あ行き届いてて、うん、すごいすごくよく似合う。いやちょっと私も自画自賛なんですよ。似合うって思うでしょ。あのね本当に母ちゃんのブランドのね、うん、いつも見てて、うん、着たいなと思ってたんですよ。ジャストジョイじゃないですか。で私にジャストしてくれるかなみたいな感じジャストマリアあジャストマリアになるかなと思ってちょっと心配してたんですよ、うん、だけど着やすね。っていうかむしろモデルになってほしい。いやもういくらでももうちっちゃい子部門とかでねなんか身長別とかのお悩みとかだったらもういくらでも私もっと本当にすごいお似合いになると思います。あ嬉しいよ、うん、だからあんまりこうなんていうんだろうなこういう直線のものってバランスとか運動あんまり考えなくてもそうカッと切れちゃうからジレって何人どういう時に着るのって皆さん言うんだけど何でもいいんですよ。いや分かんなかったんですよ、なんかこっちが黒とかだったら、うん、下はもう T シャツ白しかダメっていうことは、うんうん、もうあの夏しか着れないのみたいな中に決まっちゃう感じ、うんうんうん、でもすごいこんな初めてです、ね、そうじゃないジレの着方みたいなのちょっとね楽しんでいただければ嬉しいななんて思います。最高です。ありがとうございます。すごい似合って嬉しいです。嬉しい。私ね、はい、なんかこの辺の自分の手持ちの服、うん、もう大失敗いつもしてるのが、うん、あ、可愛いと思って、うん、若い時の感覚で何でも柄物をこう買っちゃうんですよ。組み合わせがまず難しかったりとか、うんうんうん、あと日常生活でもうちょっとカジュアルダウンしたいなとかいろいろ思うんだけど、なかなか、ね、難しかった、うん、そんな中でもちょっとこの年になって一番難しいぞと思ったのが、うん、この、うん、なんていうのこのたるみのさ、多いたるみたるみ、タルタルしてる、なんかこれはとろみじゃない。とろみあ、とろみっていうとろみだね。とろみだって、ごめんなさい。こういうところがね、嫌だみたいな感じですけどこのとろみ系が、こう体型がすっごい細い人とかだったらいいのかもしれないんだけど、やっぱりここの切り返しの部分が逆に胸を強調させ、あ、なるほど、強調じゃないな、誇張させっていうのかな、うん、膨張、あ、膨張ですね、もう何一つ合ってないじゃんみたいな感じ、申し訳ございません。そうで、あとね、これがね、うん、なんかこう紐みたいのがここ蝶々結びするじゃないですか、うん、なんかここが首も短いからすごいなんかこう、えいってなんか苦しそうな感じになっちゃうんですよ。そうかしら、なっちゃう、そうなの、これまあ確かに結ぶとちょっとこうおしゃれっぽくなっちゃうかも。そうね、かしこまった感じですごいこう、おしゃれしてきました、嬉しいですみたいな。そうなんですよ、なっちゃうかな。顔色とか良くなる
から、うん、こういう色のもの着たいんですけど、うんうんうん、ちょっとなんかマスタードイエローヤモンみたいな感じのなんかのキャラクターみたいになっちゃうっていうか、私が着るとですよ、いや素敵な服なんですよ、うん、いやだってわー素敵と思って買ったけど、いざ自分がなんか着たら、うん、あれ思ってたんと違うってなっちゃって、ってことは色はお気に召してるけれど、ちょっと形的に嫌な部分が目につくかなみたいな風に思ってらっしゃるかな。このとろみがなんかこう横に広がって見えて、とろみじゃなくてとろみね、覚えたかなってみんなのが知ってますよね、すいませんこれちょっとよかったら着てみてください。はい、ちょっと見てもらおう、ね、はい、着替えて来てくださいました。はい、こんな感じなんです。すごいこの色お似合いになります。いや好きなんですけど、うん、なんか、ね、分かりますよね皆さん、ここがシャリングっていうんですか、うん、これ、うんうん、はい、こうゴムが入ってる感じでね、キュッと締まるんですね。だからもっと痩せて見えると思ったのに、うんうん、ここ胸のこの脇の部分のこのとろみ部分が逆に太って見えちゃう、うんうん、余って見えちゃうみたいな感じで。そうなんですよ、で全体的にここも締まってもっと痩せて見えなかったと、なんか丸っぽく印象的になるから、うん、あそうか、やっぱりこう曲線のドレープで成り立ってるドレスだから、うん、ちょっとふわっと見えちゃうかもしれないですね。そうですね、あそういう時はいいのがありますよ、こういう感じ。もうね、ロングカーディガンとかで体を分割しちゃいましょう。分割そうそう、ちょっと着てみて、どうぞ。これカーディガンなんだ。そうなの、ちょっとね、コート代わりにもなる感じのカーディガン。へぇ、そうすごい長いでしょ。長い。それでね、こうやって縦にほら、真ん中のイエローの部分がこの面積しか見えなくなって、あと黒で挟んでるから縦に分割されて細く見える。黄色の部分ってこれぐらいで十分ですね、なんか、うんうん、あこれでも十分お顔周りが華やかになりますよね。あすごい。それちょっと手加えていいですか、はい、でこの棒は、うん、棒っていうの、棒、棒体の棒。あ、千と千尋に出てくるあの赤ちゃんじゃなくて、あれじゃなくてこれ棒っていうんですか。そう知らない。紐でいいんだけど、やばい紐でこれね、あの別に無理やり蝶々結びにしなくても、うん、だらんと垂らしといても動きが出て可愛いと思う。いいの？そうだらしない人にならないの？全然大丈夫。あ、外れてますよとか街で注意されたりしない？見過ぎ直されたり私のようなおばちゃんにはそれされるかもしれないそしてですね、はい、これちょっと長いじゃないですか、はいはい、丈も長いじゃないですか、うん、だからどっかちょっと抜け感を作りたいんですよ。抜け感、はい、なのでここからイエロー出しましょう。出しちゃうの？イエロー出して、あちょっとだけ腕まくり、あ手首出すんですね。そうなんです。あ全然違う、もう右と左で。ここがね全部ずるっとここまであると、はい、ちょっと丈も長いし重くなりません？はい、なのでここからイエローを、はい、こんな感じです。そうするとこの縦の紐ね、棒ね、これも縦ライン強調するじゃないですか、はい、カーディガンも縦ライン強調するじゃないですか、うん、全体的に長いボリュームのあるものだから足首は隠してるけど手首は見せない。そうするとバランスがちゃんと取れるようになる。この足し算引き算が難しいんですよ ね、うんうん、ねだからどっか出したらどっか引っ込める。引っ込める、うんうんうん、すごい。頭隠して尻隠さずとはちょっと違う。まあそんな感じそうだから押しと引きのバランスみたいなのを一つのコーデで取っていただくと、よくだからね小柄な方ってこういうフルレングスの長い巻き下着を私着こなせないって方いらっしゃるんだけど、全然そんなことないです。いやあのいけてますねそう背高く見えますね。むしろ確かにそうですね、うん、今日あの髪まとめてるのもあるんだけども、うんうん、キュッてなってなんか下がこう広がってくれると、そう縦ラインが縦ライン、うん、そしてこのこれマリアちゃんのもともと持ってたブーツなんですよね、はい、そう黒ブーツで締めていただいてもいいし、うん、スニーカーなんかも可愛いと思う。えありですか？ありです、全然ありです、しかも厚底でちょっと上背が高くなるようなやつを入れていただくのもちょっとカジュアル感がして可愛いと思います。その際には何色のシュート？白でいいの？そう、ここも黒で重いじゃない、はい、だから白を合わせていただくです。あ、でも今想像したら、うん、素敵。いや真冬はブーツにしてもらって、うん、で春先になったらちょっと軽くしたいじゃないですか。足元までブラックだと少し重めの雰囲気になるので、うん、そういう時は白、
そうやってバランス取るんだ、ね、とっても可愛いと思います。いやすごい、この服もう誰か譲んないとダメかな、手放さないとダメかなって思ってたんで。全然着れるんじゃないですか。そうですよね、あすごい、着てください。これだったらママ友との普通のランチだったりとかカジュアルな時に行けますよ ね、うん、ね、皆さんとランチ会の時とかでこうみんなでイエーイとか写真撮るじゃない、うん、そういう時にここ全部黒だとすごい地味な人になっちゃう。確かに、だからここに色がきちんと入っていてくれると、うん、顔がバーッと明るく見えますよね。本当だ、ね、でしかもここ縦ながら細く見えるし、そうそうそう、最高です。最高ですね。いやすごいすごい、ね、なんか可愛く来てくださって嬉しいです。すごい、さすがジャストジョイ。ありがとうございます。すごいです。皆さんまだまだこの続き見たいでしょ。見たいですよね。この続きは山田まりあちゃんのチャンネルの方でさらにスタイリングをお見せしたいと思っています、はい、まだまだまりあちゃんの変身が続きますので、皆さんぜひこの概要欄からまりあちゃんのチャンネルラブマイセルフに飛んでくださいね。お願いします。お待ちしてます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではバイバイ。